まあなんというかもういろいろな人がいますからね。本当に友達として誘っちゃったの、あの誘いに乗っちゃったのかしらね。えまあいろんな人がいますけども、本当次のね年に向けてグッとね行ってほしいもんですよね。はい、次の、方ですね。誰さんかな、これ関根美由紀さんですかね。関根美由紀さんですね。はい、舞浜ライブお疲れ様です。あの会場でしかできない演出素晴らしかったです。やっぱりライブはいいですね。素敵な時間をありがとうございました。アナキスを終わった後のあれは大丈夫でしたか。ハプニングでしたね。無事で何よりです。生電話お待ちしていますということで、ありがとうございます。そうですね、ハプニングがあったんですよ。アナキスを歌い終わった後にね、あのなんていうんですか、リフターがねちょっとねバタンと止まっちゃって、途中で私死ぬかと思ったんですけれども、じゃあみゆきさんに電話がつながったようなので行きたいと思います。みゆきさんこんばんは。こんばんは、みゆきです。どうも、どうですか、調子は。いい感じです。いい感じですか。はい。ライブ来てもらったみたいで。はい。ありがとうございました。はい。アナキスを歌い終わったの、あれ、後の、あの、ハプニングは、本当に私死ぬかと思ったんですけれど、見てる方はどうでした？見てる方は、あの、アナキスの余韻に浸ってたんですよ。そうしたら、ゆきさんが、なんかスタッフさんだか、あの女の人にあの引っ張られて、立っていくのが見えて、え、何があったのっていうのでびっくりしちゃったんですけど、そのあのリフターがそうなんですよね、あの、はい、あの下がっていく途中に、はい、あれセンサーがものすごいちゃんとしていて、ちょっとでもそのリフターの外に何かが出ちゃう、はい、物が出ちゃうと、そのセンサーに当たって止まっちゃうんですよ、リフターが。それで途中までそうとあの降りた時にガタンって止まったんです。あの衣装のね裾がね、はい、そうセンサーに当たったみたいで、そうだから、はい、あのものすごい場所で止まったんですよね。あ、そうなんですか。中途半端。そうなんですよ。あれってあの画面に、大きな画面に映されてたのかしら、私の顔。口開けて。まあ、ちょっと画面には映ってなかった。あ、よかったよかった。ですけど、あの他の人は気づいてたかもしれません。そうですよね、前の方の人は見えてましたよね、はい、ちょっと笑ってた人がいましたもん。私口開けてあーってずっとやってた。そうね、あの去っていくのが、あの見えました。ちょっとこう介護されるような感じで。そうですね。もう本当にびっくりしちゃって、何があったのかなと思いましたね。台無しにしちゃってごめんなさい、ね、いや大丈夫です。よかったです。いい、無事で何よりで。まあ心配ありがとうございます。いい、じゃあですね、ここで、あのプレゼントを選んでもらいたいと思うんですけれども、はい、やなゆきから一文字。じゃあゆで。ゆ。はい。それ何かな。はい。じゃらん。ウィズの DVD。ありがとうございます。はい、これにサインをしてお渡ししたいと思います。私ちょっとウィズのね、あの DVD をですね、3個ほど持っていまして、はい、そういろいろな方からそういただいたりとかしてたので、ちょっとぜひウィズを見てください、はい。ありがとうございます。はい、じゃあまたメールくださいね。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、失礼します。はい、どうも。はい、続いてはですね、スタジオビビット前にいる特別シード枠、イエーイ。ということで、今このスタジオの前に来ている方の誰かに、誰かですよ、いいですか、ちょっとスタンバっといてくださいよ、生電話します、皆さんしっかり電話持ってね、はい、これから行きますよ。それでは行きたいと思います。誰にかかるかな。いいですね、ワクワクしてますね。いい感じ、いい感じ。違う人にかかっちゃったりして大丈夫ですよ。かかったかな、かかったかな。お、今鳴ってる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 。誰誰、来た来た、イエーイ。もしもし、もしもし。もう大盛り上がりですね、窓の外は。どうも、またいつも顔見ちゃって、いつもありがとうございます。いやいや、とんでもございません。お名前はミカさん、イエーイ。そう、いつもね来てくださっても寒い中、本当に皆さんもどうもありがとうございます。いや、とんでもないです。いつもなんかもねえ、どうでしたか今年は。いや、もうあのゆきちゃん一色で。一色ですか。はい、本当にもう一色でいただいております。もうプレゼントもね、いつもいただいて、そうなんですよ。もう可愛らしい洋服、そうなんです。ありがとうございます。いやいや、すいません。お洋服屋さんで働いてらっしゃるんですよね。そうなんですよ。はい、おしゃれだしね、お綺麗な方ですよね。とんでもございません。うさぎちゃんって言われたことありません？はい、うさぎちゃんって言われたことありません？いや、スザンって言われた。あ、似てる。
ね、そうだそうだね、それではですね、ちょっとプレゼントをですね、この選んでもらいたいと思うんですけれども、ヤーナーキーですね、ヤーナーキーの、ね、いいじゃないここだと、どうしようどうしよう、ハズレはないですね、キーキーどれがいいですか、ヤーナーキーですよ、キーキー、なんだかこれはこれはですね、私がお土産で海外から買ってきて渡さないまま持っていたやつです。まず一つ目は韓国のコーン茶。これだけだとなんだなと思って、もう一個はニューヨークのカーネギに行った時のお土産。ダララジャーン、こうね、なんかビトンみたいじゃないですか。そうです ね、ビトンじゃないですけどね。ロボグラムなね、ニューヨークって書いて、これぜひ使ってください。ニューヨークのお土産袋に入れてあれしますんで。どうもありがとうございました。すいません、わざ、はい、ありがとうございました。はい、またどうも。はい。ということでいい感じで窓の外は盛り上がっております。楽しいですね。それではですね、もう一個ですか、最後ですか、最後になります。最後のメールをですね、紹介したいと思います。ラジオネーム杉さんからです。ゆきちゃんのパワフルな歌声にいつも元気をもらっています。ゆきちゃんにとって元気が出る食べ物は焼肉以外で、焼肉絞ってきましたね。12月28日の生放送中は飛行機で移動中で、残念ですがプレゼント欲しいです。そうですか、ということなので、これダメ元でですね、もう飛行機中でしょう、でもダメ元でちょっと電話してみますか、行きましょう。どんな感じですか、雲の上でしょうか、今どこに行ってらっしゃるんでしょうね。なんかあれですかね、あの年末のハワイですかね。ハワイですよ。F という発信音の後に、留守電になりました。留守電です。どうも、杉さん、ラジオネーム杉さんの電話でよろしいでしょうか。小柳ゆきです。どうも初めまして。メールをいただきましたので、電話をしてみました。ちょうど飛行機中だったと思いますけれども、だからこそ電話をしてみました。焼肉以外で元気が出る食べ物ということなので、ちょっとここは一つお答えさせていただきます。唐揚げということでよろしくお願いします。それではプレゼントをね、あれしたいと思うんですけれども、プレゼントどうしましょうか。あと一つ残ってる、二つ残ってんのかな、二つ残ってますね。それではですね、これヤーのプレゼントをしたいと思います。これはワインです。はい、ワインです。FM 富士の手塚さん、手塚さんからいただいた3ついただいたんですけれども、そのワイン、これ美味しいですよ、山梨のワインです。ぜひ飲んでください、旅から帰ってきたら。はい、ということで、どうも杉さん、お邪魔しました。ということで、これ全部ですか、もうプレゼント。あ、本当に時間がなくなっちゃった。あら、もう一個あったのに、残念。ということでね、たくさんのメールいただきました。本当にありがとうございます。皆さんとね、直接電話をする機会なんてないもんだから、私も緊張しちゃったんですけど、すごい楽しかったです。またね、今度やりたいと思いますので、ぜひ皆さん、ご参加ください。以上、さよなら2012年小柳ゆき大私物プレゼントでした。FM 富士とホノルルラジオ系図2つのエリアでお送りしてきた小柳ゆきタイムファンエリア、あっという間にエンディングでございます。お別れは小柳ゆき We can go anywhere を聞きながらです。さて、次回1月4日も金曜日ね、生放送ですよ。はい、早速1月4日からやっちゃいます。代々木 FM 富士ビビットスタジオ、斜め前は明治神宮です。はい、お参りついで、初詣ついでに小柳ゆき参りをお参りしていただければなと思います。
ね、ということで今年も早いですね。終わっちゃいましたね。終わっちゃいません。もうあと2日ですか、3日か、3日ですね。3日で終わります、今年ねこうやって IFA I'm ファンエリア、ね、FM 富士山でこうやってやらせてもらってすごくね、あの先ほど会長もね IFA の梶木会長もおっしゃってたけれども、本当にあれっていう機会が少なくなった気がするんですよ。私 MC とかでもあれって言わなくなったんですよね。あれって言ってたらラジオダメなんでしょ全部あれって終わっちゃいそうだからっていう風に意識してたら使わなくなるもんですね。無意識でしたよ本当に。はい、ありがたい限りでございます。はい、ということで来年もよろしくお願いします。さて、この番組ではメールをお待ちしています。質問相談曲のリクエスト、ハワイ情報、ハワイ情報もやっていきましょう。来年ねどん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 やっていきましょう。何でも OK です、それとですね今日のこうプレゼント企画ね、これ1個残ってしまいました。プレゼントできなかったなーです。なーのプレゼント、これあのちょっとあれですよ、ちょっとおしゃれでしょ、ちょっとね、ちょっとなのでもあのね光りすぎていてちょっとねあの使えなかったんだけど、好きな人は好きな、なんかブランドなんですよねこれ、なんていうのかしら、ジョークスランクスっていうなんかブランドの、ブランドの金色のね、そう結構大きめな、いっぱいいろいろ入ります、おしゃれバッグです。一応おしゃれバッグなんでね、あのぜひメールにねなくださいって言ってください、メールアドレスはゆきアットマーク fmfuji.co.jp、 ゆきアットマーク fmfuji.co.jp、 小柳ゆきアイムファンエリアまで送ってください。さて最後は小柳ゆきからのお知らせです。来年2月か3月にニューアルバムゆき小柳ライブツアー2012 Believe in Yourself Best Selection、ね、このリリース決定しました。これはですね先日行われた前浜のライブが CD になったということです、特典映像というかね、特典っていうよりもほとんどライブの映像がつきます。ほとんど数曲なくして、なのでですねぜひこれをお楽しみにしてもらいたいなと思います。そして明日12月29日夜の9時から8時からですね、夜8時から、劇団ひとりさんが、まあ、パーソナリティを務めFM 富士の人気番組劇団サンバカーニバルに生出演します、今年最後のラジオ出演、こちらもお楽しみにしていてください。それではまた来年も日本とハワイ2つのエリアでお会いしましょう。小柳ゆき I'm a fan エリア、お相手は小柳ゆきでした。良いお年を And thank you for the year マハロー。